320m ぐらいあるっていうことで、豆乳道とかあるんですけど、岡山にね、またこれちょっと違った感じですね。結構荒れてますね。え、そして白い液体の正体は、あ、お酒をここで熟成してよし。はい、というわけでね、今日はね、防空壕に、来てます。まあ防空壕じゃないんですけど、まあ元々鉱山があったとこなんですけど、ちょっとね、入ってみてます。今回の舞台は吹屋銅山笹舟坑道という場所です。古文書によると807年頃に発見されたということが書かれております。1681年から30年余り栄えたと言われております。その後もね、いろいろと発展していったようですが、昭和に入りね、閉山したということなんですが、昭和53年に、村のね、活性事業として、復元整備され、昭和54年に、一般公開したという行動ですね。はい、今回それをね、ピックアップしていこうと思います。始まります。あ、もうこのヘルメット自由使っていいですかね。はい、いいですよ。あ、いいですか。されるんで、あ、します。300メートルぐらいですかね。320ぐらい。あ、320。10ぐらいまで帰ってもらったら左から階段で、あの上に出ます。日本の大きな世界です。現行3000年に及ぶこと、海外の事業行動の長さは、約80キロから10マイルコーナーであります。さあ、来ました。行動の開発は、行動に。約36メートルで、吹屋の街並みから、320メートルぐらいあるっていうことで、まあ結構短いようで長い。中途半端に中腰な感じなんで、はい、こんな感じの中腰レベルです。普通に立ったら頭当たるのね。閉鎖行動、こっちに道があったってことですか。すごいな。でもこれ崩れたらとんでもないですよね、この状態で。結構ね、寒いんで15度ぐらいな気温ですね。まあね、あの鍾乳洞とかあるんですけど、岡山にね、またこれちょっと違った感じですね。鍾乳洞とかなんかね、空気の流れがね、すごい感じるんですけど、ここはね、なんかまた違った感じですね。しかも白い息がね、なんなんですかね。よいしょ。はい、結構首をね、傾けてやっと通れる感じですかね。まあそのこの炭鉱かな行動があった時代は、日本人のね、その身長もまあ低かったと思うんで、まあそれに合わせてなんですけど、ちょっとね、もうちょい高かったらそんなに腰腕に負担はないと思うんですけど、ますね。閉鎖行動、これも閉鎖してる。結構荒れてますね。そして何なんですかね。うわー、すごっ。これはやばいな。
びっくりした。これはやばい。びっくりした。これはやばいな。びっくりした。本当に人がいなかった。やっぱ、びっくりした。これに一番びっくりした。うわ。怖いな。ここに人いたの今気づきましたね。怖いな。いやね、これね、やっぱりヘルメットかぶった方がいいっすね、これ一応ね、どっちでもいいって言ってたんですけど、うわ、すっごい、この下やばいな、これやっぱ人が怖いな、やっぱり。ちょっとね、怖いな。おお、あ、お酒をここで熟成してんですね。はい、でさっきのね、白い液体の正体はこのね、岩から出てる粉ですね。ね、なんかいろいろ出てるんですよね。おそらくね、その青とか色があるんで、まあ銅とかそういうね、鉱山特有のものだと思うんですよね。よし、出口です。出口に向かいます。よし、出た。出ましたね。はい、というわけで今日はね、はい、坑道ですかね。まあもう今使われてないその坑道にね、行ってきました。結構ね、まあ、ミステリアスな部分もあるんですけど、お人形がね、びっくりしました。めちゃめちゃ。というわけでこんな感じです。はい、それにしても結構疲れましたね。結構ね、体力勝負でしたね、はい。まあ、間違いなくこのヘルメットは重要なんで、はい、気をつかれました。それではまたね、スピチューブ。また裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。